こんにちは、綾瀬です。今日は障害者の鉄道運賃の割引制度が精神疾患にも拡大されることになりましたのでお話ししたいと思います。ごきげんよう、七海です。拡大は鉄道会社ごとに時期が異なりますが、その情報をお届けするのと、今まで運賃のみの解説でしたので定期券なども合わせてご説明します。萌です。こんにちは。スイカなどのカードでも割引が受けられるのよね。それも教えてね。健太です。こんにちは。それでは早速、精神疾患の方に鉄道運賃の割引が拡大されるところからお話ししましょう。早い鉄道会社では一部今年2024年の6月から多くは来年の4月頃割引が実施されます。 JR グループは2025年来年の4月からの実施のようです。 JR は来年4月からなのね。割引はどんな感じなの？割引は今まで身体障害者と知的障害者に適用されているものがそのまま精神障害者にも適用されることになります。障害者手帳の区分が1種と2種で割引が違います。まず1種の方も2種の方も距離が 100km を超える場合は5割引きです。通常の急行券などにも適用されます。1種の方が介助者と一緒に乗る場合、距離に関係なく障害者本人と介助者の方が各5割引きになります。総合指定精神障害者福祉手帳と正式には言うのですが、いわゆる精神障害者手帳には旅客運賃の種別が記載されていないことが多いようです。そこで手帳に書いてある等級が1級の方を1種、2級、3級の方を2種として取り扱うことになるそうです。精神ではなく身体障害者の手帳には必ず1種、2種が記載されています。例えば視覚障害の場合は1種は1級、2級と一部の3級の等級の方になります。障害の内容ごとに決まっています。要は外出時介助者が必要なのかどうかを障害の等級や障害の内容で線を引いているのです。割引の内容については JR を参考にお話ししています。鉄道会社によって多少の違いはあると思われますので、詳しくは最寄りの駅で確認してくださいね。同じ割引が船舶、船でも適用されることが多いと思います。飛行機についても割引があるかもしれません。身体障害者は飛行機の割引はほとんどの航空会社であります。精神疾患についてあるかどうかは分かりません。もう一回基本的な鉄道運賃割引を説明します。一人で乗るときは片道の距離が 100km を超えるとき5割引になります。一種の手帳の方が介助者と一緒に乗車するとき2人とも5割引です。これに距離は関係ありません。これが基本です。ここに急行券は割引になるのか、新幹線はどうなの？ JR と私鉄で合計 100km も割引は受けられる。回数券は、定期券は、子供の障害者はどうなるの？などなど、いろんな疑問が湧いてきます。そこは、今回の配信では、定期券に絞ってお話ししますので、あとは、最寄り駅にお問い合わせくださいね。定期券のお話の前に、スイカやパスモなどの IC カード乗車券での割引もできます。障害者割引用のカードを作ることができます。鉄道やバスなどで利用できる IC カードたくさんあるんですね。シタカ、サピカは北海道です。スイカとパスモは有名です。東日本が中心でしょうか。クルルクルル、リュートというのもあるそうです。ミカパス、ブルカ、ポイカ、アイカ、パセカ、マイカ、イコカなどの名前もありますね。赤、エアカ、他にですか、ニモカ、スノカ、モノスノカ、ハヤカ、オキカなどなど楽しい名前の IC カードがあります。スイカを参考にお話ししますと、最寄り駅の窓口に障害者手帳を持って行って手続きすると障害者用のスイカを発行していただけます。手帳一種の方について自分用と介助者用の2枚が作られます。このスイカを使って入れば自動的に5割引きになります。また普通のスイカで入り、改札を出るときに友人の人のいる改札窓口で障害者手帳を見せて割引を受けることもできます。入るときに子供用の切符2枚を買って人のいる改札口で障害者手帳を見せる方法もあります。 JR はこれは OK だそうです。入る前に窓口で往復の切符を買うのも便利な方法ですね。それでは定期券について
ご説明していきます。This is Reno Supertalk Urbana Radio。旅客運賃割引制度の定期券についてです。JR では次のように割引を行います。定期券の割引は、障害者手帳の鉄道割引種別が一種の方だけです。第一種障害者とその介護者または12歳未満の障害者とその介護者です。割引率は 50%、つまり半額ですね。ただし、子ども料金の定期券は割引を受けられません。介助者の分だけになります。介助者と一緒に定期券を買う必要がありますし、区間が同じでなければなりません。ちょっと分かりにくいから整理して。そうね、つまり第一種の障害者の方が介助者と一緒に通勤や通学をするときに定期券を使うでしょ。その定期券が割引になるの。ただし子供はそもそも割引されているから一緒に乗る。大人の介助者だけ割引かれるの当たり前だけど、定期券の区間が一緒じゃないとダメということ。なるほど、都会では小学生が電車に乗っての通学もあるんだね。そうね、これからは精神疾患がある方にも拡大されるようで嬉しいことでございますわ。 This is Reno Supertalk Urbana Radio。 今日のお話のポイントは、1. 今まで身体障害者と知的障害者に適用されてきた鉄道運賃の割引が精神障害者にも適用されることになりました。 2. 適用の時期は鉄道会社によって異なりますが、早い会社で今年2024年の6月からです。 JR などの多くの会社は2025年4月から始まるようです。 3. 割引は今までと変更はありません。旅客運賃の割引の種別が第一種の方が介助者と一緒に乗る場合、距離に関係なく本人と介助者の2人が5割引きになります。障害者が1人で乗るときは第1種第2種に関係なく距離が 100km を超える場合5割引きになります。 4. 普通急行券や回数券も対象になることがあります。 5. 定期券は第1種の方が介助者と共に利用する場合に適用になり 50% 引きです。ただし子どもの定期代はそもそも割引されているのでさらに安くはなりません。 6. スイカなどの IC カードの乗車券でも事前に最寄り駅で障害者用を購入して割引を受けられます。 7. 必ず障害者手帳を提示する必要があります。 8. 精神障害者手帳で第1種第2種の記載がない場合、等級が1級を第1種2級3級を第2種として取り扱います。おおむね以上のようなことでございます。詳しくは最寄り駅にお問い合わせくださいませ。でもよかったね。そうですね、どうやら精神疾患の患者の団体や弁護士の団体が長く厚生労働省などに働きかけた成果だそうです。何でもかんでももらおうとするような運動に組みする気はありませんが、この運動には深く敬意を表します。精神疾患があって介助者なしでは電車などに乗って移動できない方はいらっしゃいますし、特に遠距離や通勤通学には費用負担が大きいと思うからです。ただ今のところ1級か2級以下で分けてしまっています。現実的には2級の精神障害者の中にも外出に介助が必要な方もいらっしゃると思います。例えばパニック障害です。公共交通機関で一人でいるとパニックの症状が出てくる場合も多いと聞きます。今後は身体障害者と同様に障害の等級と内容で第1種と第2種に分けるようになったらいいと思います。それは今後の課題なんですね。ではこれからも情報発信していきたいと思います。本日も最後まで聞いてくださいまして本当にありがとうございます。立花バラエティチャンネルも聞いてくださると嬉しいです。さよなら。チャンネル登録などよろしくお願い申し上げます。それではごきげんよう。また来てください。さよなら。待ってるわ。バイバイ。本日は立花龍之介ラジオを聞いてくださいましてありがとうございます。このラジオの内容は立花本人の経験や感想に基づいています。正確な研修をしていないこともあります。どうかご了承ください。今後も気軽で楽しい放送をお送りできるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。